ジオです40分になって、ちょっと離脱が多かったのかもしれないんですけれども、えー、と第2部、始めさせて、第2部なんかよくわからないですけど、ちょっと始めさせていただければと思います。<laughs> 今回ですね、えーと、グローバルサミットなので、やはり海外の状況、海外の動向というものを、まあ、知ってみようっていう回なんですけれども。 で今回、あの国家戦略、生物多様性の国家戦略というところで、ドイツの方にお話をしていただくんですけれども、きっと皆さん、日本にも生物多様性国家戦略があるということ自体を知らない方々の方が多いかもしれないなっていうふうにちょっと思っていて、あとでちょっと高坂先生の方に少しだけ付け加えていただこうかなって思っているんですね。であの先にドイツの方を聞いちゃったけどみたいな感じなのは。 若干あるかなとは思うんですが、これを機会に皆さんもですね、あの日本の生物多様性国家戦略にもちょっと興味を持っていただきたいなっていうふうに思っております。で、今回ですね、あのそのドイツの国家戦略、生物多様性国家戦略、まあなんかあの業界の人は NBSAP っていうふうには呼んでるんですけれども。 それをやっている、それのなんかコミュニティに入っている方にお話しいただく予定だったんですけれども、今回その方がちょっと急遽ダメになってしまいまして、この度あの生物多様性ユースのバイオ、ん えっと、ギブンっていうふうに言ってるんですけれども、セーブセーブセグローバルユースネットワークの共同代表の。クリスチャンさんの方に急遽、あの、代わりに話してもらえないかっていうことで。話してもらうことになりました。で、クリスチャンがですね、今ちょっと入ってきているので。クリスチャン、can you say hello to everyone? <laughs>。yes, of course, hello everybody.、Um。 Good evening. Thank you so much for having me in this webinar. I'm very sorry that I have to do this in English. I hope this is okay. And I look forward to a good evening with all of you. ありがとう Thank you. <laughs> じゃあ、外の方からクエスチャンのえっと紹介の方を少ししていただいてで、今回はですね、クエスチャンの方から動画の方をもらっているので動画を流させていただいてその後に Q&A のセッションに入りたいと思いますでは、会イよろしくお願いしますはい よろししくお願いします、えっと、クリスチャンはです、ね、生物多様性グローバリウスのー先ほど秋元さんからもあった通り、え i v という団体の共同設立者です。えーまあ、同じネットワークのその成長感監督して、現在では55の、えっと、国のチャプターと700以上の加盟団体があり、172カ国の125万人の若者と若い専門家の運動を代表しています。歴史史学や美,美術史 政治学を専攻して他、他国国間の環境ガバランスを専攻しているそうです。では、えー、クリスチャンの動画を、えー、視聴していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ視聴開始いたします。Hi everybody. My name is Christian Schwanzer. I'm the co-founder of the Global u s e Biodiversity Network, the u s e constituency under the Convention on Biological Diversity. First of all, I would like to thank Mari and the organizers of this event for inviting me to address you today. Um, I'm very, very happy to be here. I'm a little bit sad that I can't be with you right now in Japan, but I hope I can meet some of you during my next visit to your beautiful country. I'm a big, big fan of Japan. 今日私はドイツの国家生物多様性戦略について話します。このプレゼンテーションは、皆さんに少し概要を説明するために行うつもりですが、まず最初にお伝えしなければいけないこととして、私は生物多様性に関する専門家ではありません。しかし、現在、この戦略に取り組んでいる政府の何人かのメンバーに相談をしました。その概要を少しお話しできればと思います。 これが皆さんのイベントの参考になればと思います。この場を借りて通訳にも感謝したいと思います。私のプレゼンの通訳を提供してくれるからです。私のプレゼンを日本語ですぐに提供できなくて申し訳ありません。少し早口になりすぎて申し訳ありませんが、もっとゆっくり話すように最善を尽くします。通訳者に感謝します。では早速、今日の話題に入りましょう。 これは生物多様性に関する条約が国家レベルでどのように実施されているかの概要です。ここでわかるのは CBD 自体は単なる枠組みを提供しているだけであり CBD を基準しているすべて,ての政府がこの合意に同意しているわけではなく生物多様性を保護しなければならない。そのために通常の b a u を やめななけければいけないこともありますこれをどのように行われているのか CBD は日本、ドイツ、その他185カ国を含む政府代表が集まっていますが2年ごとにどのように行っているかを見ています CBD がどのように実施されているかを定義するための具体的な措置の対応そして MBS MBSAP、つまり国家生物対応性戦略と国土計画と呼ばれるものを実施するための重要な手段の一つです。最近、カナダのモントリオールで COP が開催されました。コンメ、モントリオールでのこの会議は21の目標で構成された CBD のすべてのステークホルダーが世界的な生物多様性の枠組みを採択。 されました必須,だ必須なんです国際生物多様性戦略の時期計画に反映させるための必須です。現在、全ての国が新たな国家生物多様性戦略を導入する過程にあって、日本も今年初めにすでに導入しました。ドイツはできれば2024年に採用したいと思っています。が戦略がは実際どのようなものなのか概要を少し説明します。 まずお伝えしなければいけないのは、これはドイツ環境省の提案レベルです。この時点で計画であるということです。この計画には同意する必要がある他の省庁もたくさんあります。ですから、調整がこれから行われて、これから説明する内容に追加される内容があるかもしれないということです。ドイツは新たなこう が多様性戦略に対する環境政策大臣の提案はいくつかの要素から構成されています。2030年、2050年の達成目標を掲げた中長期的な戦略があります。この戦略は21のいわゆる行動分野と65のターゲットで構成されることが提案されています。各目標には目標に向けた進捗状況を測定するための指標が少なくとも一つ 存在しますまたは複数の完全な指標をセットなのですが、ターゲットごとに異なります。今後数年間、戦略の実施を支援するための2つの行動計画が策定されます。最初の行動計画は2024年から2027年の基盤をカバーします。2番目の行動計画は2027年から2030年の期間をカバーします。これらは短期的な行動計画であり、3から5年の期間のみをカバーしています。 し期間中にも調整、適用することができるので、戦略の実施をサポートするために非常、非常に重要な、柔軟な手段です。これらは具体的な対策で構成されます。 2024年から2027年および2027年から2030年までの実際の計画のすべての要素、これらはドイツの新しい国家・生物・多様性国家戦略に提案されている特定の目標ととても密接に一致しています。これは何を意味するのでしょうか、この文書はドイツ環境大臣が提案している内容とは何なのでしょうか、現状の説明の中に概要、導入部があり、構造の説明が含まれています。そして 戦略の上位に2030年の目標、2050年の展望が含まれます。私たちは大、生物多様性を保護し、生物多様性の危機に対処しなければなりません。次に、戦略の実施、監視、説明責任を示す規定があり、 最後に戦略がどのように実施されるかについてさらなるガイダンスを示す付属が作成されますそして先ほど申し上げました行動計画がありますがこの計画は2024年から2026年までの第一次行動計画 の具体的な国家目標、それから2027年から30年までの第二次行動計画期間の対策と目標で構成されています。戦略としてはこのように114ページの文書です。これは一般に公開されている PDF のスクリーンショットです。残念ながら、まだ提案段階なので、現時点ではドイツ語のみが利用可能です。戦略の最終バージョンは英語を含めた他の言語でも、えー 利用できるるここととににななっってていいまます。す。公表され現時点ではこの114ページの PDF の文書です。ウェブサイトからダウンロードできます。あとでマディとリンクを共有し、とマディから皆さんに共有することができるかもしれません。ドイツ語だけですが。では、どのように構成されているのかを見てみましょう。すでに述べたように114ページ、21の行動分野、65の目標、250の対策です。これらの新しい戦略の各位目標には実行されてい されるべき3個から5個の対策が提案されています。これらの各行動分野は、具体的な対策の指標と各要素の説明を含む一連の目標で構成されています。これらすべての要素は、地球規模の生物多様性の枠組みであると同時に、生物多様性戦略であるとも考えられています。 そしてそれらはまた同一レベルだけでなく世界レベルやヨーロッパレベルの他のさまざまな計画戦略プログラムと連携されることが期待想定されていますでは提案されている21の行動分野を見てみましょう全ての詳細を話すつもりはありませんがこれら21の行動分野の概要だけをお話ししたいと思いますこれら各行動分野の内容は現在省庁間の調整プロセスに従って決定 および調整される必要があります。最初の活動領域は、ドイツのすべての生息地における生物多様性の状況に焦点を当てています。2番目は種の保護。3番目は生息地と自然を結びつける保護地域です。4つ目は生態系の回復。5個目は土壌。6個目は戦略実施への国民の意識、関与,関与と参加。7 3つ目はデジタル化とデータ収集と研究です。そしてさまざまな性促縮を対象とした。 ここでは森林、農業景観、内陸水路、牧草地と湿原、海と沿岸地域、都市景観と山中の都市に重点が置かれています。そして生態系を保護するための包括的な目標に焦点を当て、生物多様性の悪影響を防ぐことを目的とするパートがあります。 私たちには気候変動に焦点を当てた特定の行動分野があり、エネルギー転換と原材料に関する分野もあります。これは生物多様性の方向に非常に関連しているといえます。 私たちはエネルギー転換に関して、多様性戦略に基づく日本とドイツの間の違いにとても興味を持っています。なぜなら、エネルギー供給を100%再生可能エネルギーに切り替えるという点では、両国とも多くの課題に直面しています。16は生態系に対する物質、その他のエコシステムの干渉。17は経済金融システム、消費。 金融システムが追加されているのがとても興味深いと思います。これがどのように機能するか、特定のターゲットがどのように設計されるか、詳細を確認する必要があります。18は栄養と健康、19は交通インフラと観光そして最後の4番目のエリアがあります。 地球規模の生物多様性保護の目標。ここで我々は行動を起こしており、特に開発協力に焦点を当てているだけでなく、世界中の生物多様性保全に関するドイツの貢献に焦点を当てています。発展途上国が条約の目標となる世界的な多様性の枠組みを実施できるに。 できるようにするための財政的支援も提供し、21は世界貿易の影響についての責任です。まだ必要な領域もさらに計画しています。これはドイツ国家生物多様性戦略の採用のタイムラインです。プロセスが2022年最終四半期に開始されたことがお分かりになると思います。そのため 私が以前にお話しした各行動の分野の活動を提起するため多数の内部専門家会議があり、マイルストーンとなる部分は COP15 であり、コンメモントリオール世界的生物多様性枠組みの採択でありと、省庁間の調整が進行しました。そして2023年の最初の,最初の 6ヶ月までにたくさんの NGO や関係者に関するによる多くの会合が行われました。7月9日まで行われた協議もあり、環境省が提出した生物多様性戦略の提案について、たくさんのステークホルダーがコメントする機会にありました。そして現在、環境省は2023年8月から12月にかけて、 夏季休業でこの競技段階で提供されたすべてのフィードバックを考慮し、現在、提案の調整を行っています。そして基本的に2023年から2024年の前半までの最終四半期は、他の省庁にフィードバックを与え、戦略,的に,あ戦略に同意させる時間となります。 NGO の観点からすると、これが採択プロセスの最も重要な段階であると考えています。なぜなら、多くの省庁が環境大臣の生物多様性保全目標に反する目標プログラムを掲げているからです。従って、多くの作業が必要となります。私たちはこの戦略、この提案が過度に薄められてしまわないように望んでいて、 できれば国会議員の夏季休業の前に計画が策定されることを願っています。通常7月に行われるため、2020年7月より前に内閣が戦略を採用し、実行プロセスを開始できることが期待されています。現在提案されている目標の例をいくつか示したいと思います。 全てが変わる可能性はあるのですが、他の省庁との話し合い次第であるため、私はこれらが最終的だとは考えていません。火は、かかりますが、ドイツ、海外保全の30%に取り組んでいる。日本も採用した同じものです。日本が3 0テ3 0の目標をどのように達成しようとしているのか。そして、保護すべき地域の30%が、 IUCN カテゴリーに沿って厳格な保護下に置かれることになるのかとても興味を持って見ています。ドイツの戦略を見直すという以前の国家目標に含まれていましたが、達成できなかったのですが、以前ドイツの2%の国土を完全な自然のままにしておくという目標もありました。これはとっても最も興味深いターゲットの一つです。今回、前回よりもさらに前進することを期待していますが、この目標の 部分の一部として、天然林の5%にフォーカスを当てたものもあります。そして、コンメイ・モントリオール生物多様性枠組みに沿ったもう一つの目標は、荒廃地域の30%の回復です。2030年までに農薬を50%削減するということで、非常に興味深い目標だと思います。農業大臣との調整を経て、この数字が生き残ることを期待したいと思います。2030年までに有機農業を30%拡大する。 というもう一つの良い提案もありますがこれも省庁間の調整の仕方によると思っていますそしてこの活動地域に共有供給される太陽エネルギーの施設の設置について生物多様性に配慮した最低基準の 採用するという目標もあります。多様性の考慮をエネルギー転換と成功させるためには、ドイツは100%再生可能エネルギーに基づいて供給されるエネルギーへの移行を計画しているため、この再生可能エネルギーの拡大を生物多様性に優しい方法で行うことが絶対必要であり、重要であり、これをどのように達成するか見る必要があります。生物多様性の価値は私たちの政治的及び経済的な意思決定プロセスに組み込まれるべきです。これは以前の生物 生物多様性の戦略の目的でもありました。繰り返しになりますが、これをどのように達成できるのか、どのような指標がし使用されるのかを確認する必要があります。最後に非常に興味深いのは、2030年までにすべての企業が企業戦略に生物多様性を組み込むことが求められることになるということですが、ここでもまた省庁間の調整プロセスがどのような結果をもたらすかが重要となってきます。 経済省がオープンであることを願っています。興味深いのは現在、ドイツでは社会民主党を中心とする3政党によって政権が形成されています。リベラル派、新ビジネス政党、そして明らかにこの議題を進めている緑の党があります。経済大臣、環境省の農業大臣がトップについている大臣は緑の党出身です。一方、 ドイツの財務省はリベラル党の議員がトップを務めています。ですから、この状況がどのように展開していくかは興味深いところです。首相は、首相自身は社民党出身です。従って、基本的には政治的な環境のゆえ、緑の党が政権を握っているので、 可能になることがたくさんある政治環境ではありますが、政府の一部として自由党もいて、彼らは伝統的に厳格な生物多様性対策にあまり熱心ではありません。政党3党は緑の党とリベラル政党の間で妥協点を見つけなければならなくなるでしょう。そして自由党も そうですプロセスをどのようになるか見守る必要がありますそして課題としてこの戦略は65の目標に向けたすべての行動分野を備えた野心的なものですこれらすべてを実際に実現するための実質的な政治的な勢いが継続的に存在する場合にのみ可能となりますもう一つの課題はこの国家生物多様性戦略に与えられる政治的優先順位に影響を与える世界規模の 問題が数多く存在します。それはウクライナの戦争、ウクライナ戦争、または日本にとっては新たな安全保障政策です。ドイツはウクライナ戦争の影響で軍事予算を大幅に増額しています。ドイツはユーロ圏で最もインフレの影響を受けている国の一つで、あらゆるものが高価になっています。ウクライナ戦争のため、エネルギー危機にも陥っ 陥っています。つまりエネルギーを投入する際の移行をより迅速に行う必要があります。いいことなのですが、生物多様性を損なわない方法で移行を行う必要があるため、現時点では多くの政治的な優先事項を両立させる必要があります。私が望んでいることは、これらすべての優先事項の中で、私たちが何年も前に経験したような自然保護が政治的議題から外れて、最後の優先事項のように、 ななっってしまったそれを繰り返さないことです特に困難なことなのですが、前回の選挙後、ドイツ環境大臣の責任分野が削減されました。気候政策は外務省の一部ではなく、気候政策の別の部分は経済省に移管され、基本的に環境省が担当するものは移管されました。自然保護は主な焦点の一つであり、 自然保護がと政府内の環境省が現在、政治的な影響力の点ではピークではないと言えます。 それは生物多様性戦略の自然部分の実施にも影響を与える可能性があります。省庁ごとに利害が異なります。すでに言及しましたが、特に緑の党とリベラル党両党の間では多くの妥協が必要になります。そして 伝統的に環境問題に前向きではあるが、政治的課題の中心には据えていない社会民主党がこれらすべての政策をどのように支持するのか見極める必要もあります。そして財源と人員配置の問題もあります。私たちは贅沢の問題について話していますが、ここで話しているのは利用可能なスタッフがいる財源を求めて先進国について話しています。 つまり、ケニアとかインドのような国が直面している問題ではありません。現在でも、ドイツの国際的な責任を含め、ドイツの自然保護にも充てられている財源、スタッフ、そしてこれら課題を実行するために利用できるスタッフのレベル、65の目標す全てを達成するために必要なレベルではないんです。従って、 ドイツが生物多様性保全にさらに多くの資金をどのように割り当てるかを見るのは興味深い。 ほかのすべての世界的な優先事項の中でジャグリングしているわけです。ここで非常に役立つのは首相が国際的な生物多様性資金を増や,す増やすと公約しています。モントリオールの直前にこの公約を行いました。私の記憶が間違っていなければ彼が投入するといった金額は10億です。これは大幅な増加です。金額は再確認する必要がありますが、 大幅な増加となります。どのように達成されるか、私たちは見極める必要があります。目標達成に向けたスケジュールはタイトです。特に戦略が2024年に採用されるわけですから、前半に実現するのか、または後半に実現するのか。いずれにせよ、2030年まであまり時間はありません。あまり時間はないのです。 時間的なプレッシャーがあることが財源を動員するのに役立つのか、または逆になってしまうのか、見極めたいと思います。あらゆるレベルでの変革が求められています。政府全体、社会全体のための戦略,戦略という意味で、これが今面、モトリオール生物多様性枠組みに沿った戦略である、すべての経済のセクターを関与しているわけです。 これらすべてのさまざまな関係者が積極的に支援する必要があるということを意味しています。そして、戦略を実現する上で絶対的に支援が必要となります。私の最後の言葉、クロージングの前の最後の言葉ですが、これらは紙の上に存在する戦略です。つまり 何かをするという意思表明です。ですが、これだけでは十分ではありません。私たちは現場で具体的な行動に移す必要があります。そうしないと何も変わりません。ターゲット導入のプロセスは非常に重要なのですが、導入後に何が起こるかが成功かどうかを図るものとなります。ありがとうございました。ドイツの国家生物多様性戦略の概要を少しでもお伝えできればと思いました。 フィッシャーありがとうございました。すみません、ミュートになってました。で、えっ、ー、とですね、これ多分聞いててもすごく難しかったと思うので、小坂先生の方にちょっとだけ n p s a p のことの説明と、今、そのドイツのことを聞いたので、なんかその日本と大きな違いとか、なんかこれは、れこれはなんかあのドイツ特有だよねみたいな、なんかそういうのがなんかあったらコメントしていただきたいんですけれども。はい、えっ、ー、と、すみません。 あの、日本の方は、まあ、クリスチャンさんが言ってくれたみたいに、えっと、3月31日に、あの、えっと、まあ、すでに、えっと、閣議決定をされているということになります。で、ドイツの場合は、まだ、あの、省庁間の交渉がこれからということで、 えっと、こういうものを作りたいっていうことの紹介が今されたっていうのが、まあ、大きく違う点なのかなと思います。中身についても、まあ、あの、こういうので、えっと、やってもらって、えー、っと、まあ、あの、ネイポジティブに向けたロードマップってことで、えー、っと、つらつら、あの、どういう、えー、行動目標があるのかとか、えー、まあ、教育から、あの、自然から、 えー、ウイルスの支援を進めるとか、あの、いろんな、これ、こういうものと、えっ、ー、と、それぞれに、あの、合致した指標っていうものが、えっ、ー、と、提案されているのかなと思います。えっ、ー、と、すでに決定しているものと、えっ、ー、と、そうでないものっていうのの、まあ、違いは一番大きいんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、有機農業、 とか、あの、肥料とか、そちらの使用についての、あの、話がちょっと小出しで、個別に出てきましたけども、日本の場合は、それは農林水産省の、えっと、緑の食料システム戦略っていうのが、2020年かな。うん、えっと、に、えー、すでに、21年か。ごめんなさい、21年に、あの、発表になってて、農水省の方で、例えばそういう、えー、2050年までですけども、 ええと、有機農業を拡大するとか、えっ、ー、と、そういうものを、あの、やる。で、えっ、ー、と、EU の場合は、えー、ファームトゥーフォーク戦略、食料から、あの、食卓まで戦略、ファームトゥーフォーク戦略と生物多様性戦略っていうのが同時に EU の中で発表されて、その中で、えっ、ー、と、農薬の、あの、ま、使用とかリスクっていうのの議論が、えー、減らしていくとかっていうのが入ったりします。 なので EU レベルでそういう目標とか、えっ、ー、と、フレームワークがあって、えっ、ー、と、それをまあ、ドイツに、まあ、落ち、落ちてきているというなかい方が、ドイツが今後どうするのかっていうのを議論しているっていうことで、えっ、ー、と、ドイツの前に EU の戦略とか、えっ、ー、と、そういう議論があるっていうところとは、あの、大きな、e、EU のものがあってドイツのが来ているっていうのはちょっと大きな違いかなと思います。 ちょっと私、あと10分ぐらいで指定しなきゃいけないんですけど、すみません、コメントさせて、はい。はい、ありがとうございました。じゃあですね、ここから、えっと、ワークショップの方に入っていきたいので、コンさん、お願いいたします。 はい。あの、皆様、本当に、あの、遅くまで、えー、ありがとうございました。えっ、ー、と、2部ですね、えー、小坂先生の、えー、まあ、ワクシあの、基本的な講演からですね、えー、そこから、まあ、実例ということで、クリスチャンから、あの、ドイツの話をしていただきました。まあ、双方、あの、えっ、ー、と、すごく、学びの多い、えー、まあ、内容だったかなと思う反面、じゃあ、自分は何ができるかな、みたいなところは、あの、まだまだ、こう、えー、落とし込めてないところもあるのかなというふうには思っております。 でえっ、ー、とまあ、アーセ東京はですね、えっ、ー、と、毎年、 4月に、あの、大きなイベントを開催するんですが、実行委員会組織というので、えっと、1ヶ月に2回ぐらい集まって、えー、まさにあの、あの、ディスカッションの場を設けてですね、こういう課題に対して自分たちで何ができるかっていうのを考えて、それを一個一個みんなの意見を吸い上げて、大きなプロジェクトを起こしていくということをやってます。で、今日はその、まあ、なんとなく、こう、まあ、えっと、モデルを体感していただければなというところで、えっと、まあ、この、えー、自分に置き換えた、この、ネイチャーポジティブアクションみたいなものを、 えまあ考える時間を残り15分で,です、ね、皆さんちょっと時間短いんですけれどもあのブレイクアウトルームに分かれて、えー、ちょっと話し合う時間を作れたらなと思っています。 で一応話し合っていただく内容なんですけれども、まあえっと、それぞれの,あの皆さんの、えっと、自己紹介を簡単にしていただいた後にですね、えっと、2つ、えっと、お話しいただけたらなと思ってます。ちょっと、まあ、チャットの方にも送らせていただきましたが、まず、き、えーまあ、今日の感想のシェアということで、あのぜひ参加者の皆さんとあのなんとなく、えー、回していただけたらと思ってます。そして、一つですね、私たちがネチャポジティブに向けてできることということで、えーまあ、今感じて、なんかこんなことが実はつながるんじゃないかと。 なかとかあうちの組織だったらこういうこともしかしたやられるかもねとか個人でもこ,うここがつながっていくんじゃないかみたいなアイデアを皆さんでシェアしていただけたらと思ってます。 で、今後の目標としてはアース、明日で、グローバルサミットで1年間、あの、この取り組みやっていくので、こうやって皆さんから上がってきた案を、えー、まとめてですね、明日でネイチャーポジティブアクション100みたいな形で、えー、立ち上げて、まあ、それを実際に形にしていくような、まあ、そういう、こう、流れを作りたいなと思っております。まあ、その案出しみたいなところで、今日は、ブレストの時間を作らせていただきたいと思っております。 はい。ということで、今ですね、あの、ブレイクアウトルームの方を、えっ、ー、と、設定させていただきましたので、あの、ご参加いただける方は、ぜひ、入ってですね、まあ、交流も兼ねて、まあ、横のつながりを作るというのが大きな目的でもあります。ぜひ、あの、参加いただけたらと思います。ということで、今から、えー、ルームの方、ご招待させていただきます。 ではですね、あのー、最後、えっ、ー、と、もう9時半ということで、予定時刻回ってしまったので、えー、チームごとにですね、あのー、話し合った内容をシェアし合って、えー、今日は終了としたいと思います。じゃあ、なんとなくそれぞれのチームであの回していただいた方からかな、あのー、ぜひ、えー、発表をいただきたいと思います。じゃあ、我こそはっていう方、お願いします。はい。はい。ありがとうございます。いいすね、えっ、ー、と、日本が、その、 自然を、日本人で自然を愛する民族だと思ってたけど、すごく環境負荷をかけているっていうのがショックだったっていう意見があったりして、本当そうだなって思ったのと、あとは、その、これからのアクションは、その、まあ、みんなが、えっと、専門家と行政と市民等とか、みんながいろんな立場で連携して、こう、 素敵なものを選んでいけるっていうのがすごく大切だよねっていうこととか、あのバイオミメティクスみたいな感じで自然にインスパイアされてより良いもの、より良い生き方ができるっていう,のねっていうような話をしました。<laughs> 以上です。ありがとうございます。いメンバー、チーム、メンバーなんか補足ありますかはい。大丈夫ですか大丈夫そうです。はい。いで,はでは、どうも、チーム岡田理リさん、ありがとうございました。はい あの、えっ、ー、と、メモしていただいたやつは、ぜひチャットの方に貼り付けていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい。では、えっ、ー、と、ちょっとだけ一つ、あの、クエッシャン。あの、インタープリティション is available for you? なんか、You can, you can switch to English. 聞いてか、大丈夫かなんか、モバイルなので、コロさん大丈夫です。あ大丈夫。はい。わ、はい、かりました。はい はいじゃあ、えっと、チャットに貼り付けていただいた、はったさんからお願いできますでしょうか。福原、うん、さん、しゃべる。た手あげてる。いいですはったさん。じゃあ、あのうちはあの、福原さんと中村優香さんと、はったで話しました。優香さんでいいんだよね。で、はいえっと、3人で話しました。で、あのこの先生にもあのあの質問したように、ま、世界の共通をまずし知りたいかなと思ってで、学んでいきたいなと、この会を通じて。 SDGs のように一般に分かりやすい目標があると親しめると思うというのを中村さんからも話があって、えっ、ー、と、そして、えっ、ー、と、まあ、具体的な目標を知って自分たちの行動をそれに当てはめていければみたいな話がありました。だから、まずは、まあ、世界共通の、その、あのメンチャーポジティブ含めた、政府多様性の,あの方向、あ目,目標みたいなものを知る機会を作っていただければ嬉しいなというところですね。で、 えと深浦さんのほうは、まあ実、具体的にはもうあの現場であの活動されていて、長い間活動されていて、生態系保護協会と現在環境ネットの両方に、えー、と所属しているので、まあ、これを、まあ、自分として連携させて、ネイタタチャルポジティブの取り組みを地域、川越とか埼玉でどうやって具体的に展開していくかということを、まああの、これから考えていきたいということでした。以上です ありがとうございます。ありがとうございます。補足あればいいあ。ハートさん、ありがとうございます。ちょっといいですかあのえっとですね、き、え、ょ、ー、本当に勉強になったのは、ドイツのね、連立政権によるそのミドルットの党とですね、えー、リベラル、えー、とあと首相の、えー、社民党になるのかな、そ,それからですね、うまく連携している部分と、 おーまあ、予算とかいろいろ取ってるらしいんでね、えー、連携していい面、自然、えー、保護にとっていい面、えー、伺いましたで、残念ながら日本はですねその点ね、えー、ある面では一党独裁の自民党政権なんでね、えー、なかなか難しいところありますけども、私はですねいろんな地域のこと、埼玉県、まあ、小川町、農ーメガソロのことを含めて、えー、環境省と経済産業省。 あと、県にです、ね、いろいろアプローチして行政マンとです、ね、具体的にこう問題を地域の問題をです、ねえー、話し合っていってますので、まあ、ドイツのことを参考にして、えーまあ、我々埼玉県もです、ねえー、うまいこと、もちろん私は川越在住ですから、川越を基盤にです、ね、広げていきたいと思っています。いはどうもありがとうございました。 はい、では続きまして次のチームお願いします。じゃあ、お願いします。はい。はい、えっと、私たちの、あのー、ルームでは、あのー、その、ネ a t u r ポジティブのアクションとして、えっと、4つほど意見が出ました。で、うん、えっと、まず、あ、ちょっと、あの、ルーム o o m ですね、チャット見送っとにたんですけど、えっと、まず1つ目として、あの、2拠点生活とか、で、山間部と都市部で、 あの、生活をすることによって山間部に関わるきっかけを作ったり、あとは消費と廃棄物とまずは減らしてみるっていう身近なところであったりとか、あとはその紙の問題については消費量を実際に減らすべき紙と、あと減らすべきではない。例えば本であったりとか、そういった本当に減らすべきなのか、そういああっていう紙など、そういうものをちゃんと区別するべきとか、あとはまずは、え あのクリスチャンさんが私たちのグループに会いたので、まずは生物ブスペスについて考えて話して、やっていくことっていうのがすごく大切だよっていう意見をもらいました。で、このような感じで私たちのルームは進みました。以上です。ありがとうございます。マリコさん、クリスチャンさん、あののそのためーもし、足あれば。大大丈夫です大丈夫夫でですかはい。ありがとうございます。 具体的な、よりなんかできそうだなって思,思いました。ありがとうございます。では、続きましていきましょう。ええー、ときたさん、プロギングジャパン、トッキーチームですかね。お願いします。はい、僕から、ガイくんからこうか。はい、お願いしていい君、ガイくん。首振ってるトッキーさんどうぞ。じゃあ、ゃあすいません、僕から。えーと、ガイ君と野口さんと僕の3人でした。で、まず、ちょっとメンバーが面白くて、 あの、僕と、あの、ガイ君は、えっ、ー、と、社会貢献ってあんまり言わずに、社会貢献をいつの間にかできるような仕組みを作っていこうっていうことを取り組みとして行っていて、例えば僕だと、えー、プロギングというフィットネスを広めているんですけれど、これが走ってゴミを拾うというフィットネスなんです。で、その売りは新しい人と出会ったりとか、健康になれたりとか、そこが一番の売りで、いろんな人が参加して、いつの間にか街も綺麗になるとか、 え、外区の取り組みが、夏合宿と題して、え、学生みんな集めて、え、そのタイトルとかには環境問題なんとかしようとか、エシカルというところは全然出てないんだけれども、みんなで楽しんでいるうちに自然に対して興味を持ったりとか、あとは外区が作ったお米をみんなで食べたりという形で自然を楽しむということをしていて、一方で野口さんが、あの、教育とかに携われる、携わっていらっしゃるということで、ちょっとここをミックスして何か作っていこうというところで考え始めました。 で、あの、今日お話を聞いていて、すごく感じたところが、これ個人の、私の個人の思いなんですけれども、いや難しいなっていうことをすごく感じたんです。なかなかすぐに解決しない問題だな、やっぱりということをすごく感じまして、そういった問題に取り組むには、やっぱり教育という部分は一つ大きなキーワードになるのかな、思ってます。じゃあその環境問題の教育の第一歩、何かというと、思ったときに、まずは、 ここに参加している皆さんのように、自然に興味を持っている方、えー、守っていかないといけないなと思っている方が、自然の楽しさにどっぷり浸かり込んで、楽しいから一緒にやろうぜという巻き込みが大事なのかなと思っています。野口さんの専門があの、子育てとかは専門にされているということなんでお話聞いたんですけれど、やっぱり子供たちって、大人が楽しんでいることには積極的にこう、何々々って行きたくなる、そんなことをお話しされていて、まずは僕らがあの自然を楽しんで、 えー、この楽しい自然、一緒に楽しまないいろんな方を巻き込んで、そこから一歩一歩、じゃあこの自然を守っていくにはどうすればいいかというところを進んでいくのがいいのかなと思っています。大君とノビさんか補足があればお願いします。得意ないです。ありがとうございます。ありがとうございました。チームトッキーでした。まずは自分たちが楽しもうぜということですね。ありがとうございます。はい。では続きまして、次チーム行きましょう。えー、っと、アリスさんも言ったもんね。 えー、じゃあ、あ水川ちゃんのチームお願いします。はい、えっ、ー、と、私たちのチームは、そうですね、なんか感想とし、今日の感想としては。まあ、すごいな、基礎的なところから知れて。まあ、なんか、その、具体的に動くことができそう、ワクワクしたとか、そういう、なんか。あの、私たちもポジティブにちょっと慣れたような気が、<laughs> はい、して、良かったなと思います。えっと。 まあ、ネイチャーポジティブに向けてできることとして、まあ、少し上がってきたのが、やっぱりその知識を自分から取りに行くっていうところで、やっぱりさ、なんか、うん、最近、まあ、政策とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、ちょっと言い回しの点で、環境にいい感じに言い回されてたりとか、まあ、そこに自分が騙されないようにっていうの ですかねまあなんか騙されないようにこう自分でちゃんとリテラシーを持ってでまあそのリテラシーを持つためには知識を自分からこうやってこうこういうセッションに来たりとか知識を自分から取りに行くっていう行動をやっぱりしなくちゃいけないよねっていうところとかあと, <laughs> と買い物あの香坂先生も言ってたようにこうあのコーヒーとかそういう買い物を少しなんかこうなんていうんですかその指標とかなんか見てちょっと 商品を選んでみたりとか、安さだけじゃないところで選んでみたりとか、したりあとはまあそマスケオでさっきもおっしゃってたと思うんですけど、オーガニック給食とか、まあ他の環境教育の促進とか、そういうところ、まあ、ちょっと <laughs> あのなんです、ちょっと、あの、なんていうんですか、そんな具体的な行動ってわけじゃないんですけど、あのそんな感じの意見が出ました。以上です。ありがとうございました。さすが水ずちゃん。 素敵にまとめていただいて。<laughs> ありがとうございます。他のメンバー、あの、何か、即時こうありますか。水なちゃんチームの。大丈夫ですか。はい。それでは、チーム水なありがとうございました。お疲れ様です。はい。えー、続きましては、いちかちゃんのところかな。いちかちゃんチームはいかがでしょう。はい。 私たちのチームは、ほぼ、あの、高坂さんが途中までいらっしゃったんですけど、方法、はい、<laughs> 私と江上さんという方と一緒にお話をしました。お<ー>でその中で出たが、えっと、まあ、ま、江上さんが、その、軽井沢の方で、なんか、その、園芸、あ、軽井沢じゃない、下北沢でこのえ、園芸のこの活動に関わってらっしゃるということで、なんか、 周りの人と自然を大切にしていきたいっていう,うにおっしゃってくださって、まあ、具体的にどうしようかっていう話で終わっちゃったんですけど、その大きな気を守ったりとか、まあ、植林っていう案が出たり、あとはその保護管理とかのためにお金が必要だよねってことで、お金をこう確保する仕組みづくりとかができたらいいよねっていうお話ができました。あと、その江上さんは、あの子、子育てを通してその自然、 のこういう関心を持つ機会があったっていうことで、まあその自然体験の場作りっていうのが結構大事なんじゃないかっていうことで、あの、その体験の場自体がこうどんどんこう開発で自然が周りからなくなってしまっていて、もう絶滅が危惧されてるよねっていう話を郷坂さんからもいただいて、まあ、そういった場づくりとかも今後必要なんじゃないかなと思って、これは私がちょっと勝手に書いたんですけど。<laughs> <laughs> まあ話の中に出てたので、ちょっと入れさせてもらいました。あと、えー、3つ目が、生物優先地域戦略が、えっ、ー、と、これからその国家戦略が策定されたので、またそれぞれの自治体さんでこう、地域戦略が策定されると思うので、そこへの情報提供っていうのを、まあ、これは私個人の意見なんですけど、まあ、していけたらいいなと思っています。はい、以上です。ありがとうございました。 大阪さんとじゃあどっぷり話せたんですね。そうですね。<laughs> 貴重なお話を。<laughs> はい、ありがとうございます。えー、では、他の皆様も発表はそれぞれチーム終わりましたかねまだのところは大丈夫ですかね はいえー、と皆様、本当にあの、えー、と最後まで遅い時間まで、えー、ありがとうございました。で発表いただいてあの、たくさんのアイディアや、まあ、意見、まとまっあの出てきたと思います。あの私たちとしては、これを一、まあま、つに。 まあ、まとめるというよりかは、あの出てきたものをこう羅列して、まあ、議事録的なものを残しながらですね、まあ、ここの出てきた内容って、これとこれって実は結びつけられるんで、とか、なんかそういったところを考えながら具体的なアクションを、またあの、考えていきたいなと思ってます。で、こういう形でグループで分かれると、なんか、はめましての方も実はなんか、あ、こんな活動してる人いるんだってことで、ぎゅっとこう仲が深まったりすると思うんですね。なんかこういうそのかつ、あのー、コミュニケーションを、定期的にこのグローバルサミットや安静東京では やってておりましてですね、まあ、そこであの育んでいきながら、それぞれの団体で、じゃあ一緒に何かやろうかとか、あのこのグローバルサミットの中でも、みんなで一緒になってこういうことをやろうかみたいなことを生み,だ生み出されていく、そして生み出していきたいなと思ってますので、えー、ぜひこれを機に。 これからまた定期的にあの開催されるこのグローバルサミットセッション、またあのご参加いただけたら嬉しいなというふうに思っております。えー、またあの皆さんからこういうテーマで年なんていう声もぜひぜひ拾いながらあの作っていければなと思いますのでよろしくお願いします。なんかサポーターズみたいな感じで一緒に盛り上げていく仲間も募集しますのでぜひ皆さんまたご一緒に活動できればと思います。ありがとうございました。ではではここでワークショップは終了になります。えー、マリコさんに戻しします。どうぞはい。じゃあ皆さん あの時間がかなり超過してしまいましたので、ね、あれなんですけれども、本日は本当にあのご参加ありがとうございました。あの、セブ誘星のこととか、あの皆さんよく聞かれると思うんです。けれども、ここにいる方はね。でも、まあやっぱりネイチャーポジティブってなんだろう？とか、本当にそのネイチャーポジティブって、実はその組モントリオールターゲットの中から削除されたんだよ。っていうのも。あの あの私、NG として参加していたので、その,あの論争じゃないですけど、それをもう間近で見ていたので、あ日本の政府って何、<laughs> まあちょっとそんなにあのブレーミングしてるっていう、あれではないんですけれども、まあ、なんかそれを、まあ、ネイチャーポジティブ風っていう形にせずに、まあ、やっぱりちゃんとした知識をもとに私たちは行動した方がいいのかなっていうのがあるので、まあすへグローバルサミットは、なかなかその現地で何かっていう感じでは。 ないんですけどもここからプロジェクトを創出していくっていうことを目的としていて、まずはグローバルのグッドプラクティスだったりとか、まあ、いろんなことをもうご邪魔まぜにして習っていこうかなっていうふうに思っているので、皆さん、続けてご参加いただけると、11月はですねあのリアルで開催するので、その時に多分ねクリスチャンとかの義分のメンバーが多分リアルで参加してくれると思うので、そうなるとあの皆さん、 あのお話できたりするので、ぜひご参加いただければと思います。じゃあですね、えっと、宣伝とその他アリスちゃんの方からお願いします。はい、では、忘れぬうちにあの本日の記念写真を撮れたらと思いますので、顔を出していただける方は皆さん顔を出していただいて。はい、チーズ。はい、もう1枚撮ります。もう行きますあちょっと待って、クエスチョンカメラ。<laughs> 今、クリチャンいますかクリシャン、Can チ o u turn on <あ>おお、真っ暗。真っ暗ですね。<laughs> い, <laughs> <laughs> いますよ。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。それでは次回のご案内になり,なります。えっ、ー、と、次回は9月27日の19時半から ネイチャーポジティブから始める生物多様性。今回が第1、次は第2になります。初心者でもわかる世界の動向、TNFD の現状なんか、あと市民への情報開示のあたりのお話が聞ける予定となっております。あの、アースデ a 東京の、えー、SNS フォローしていただいたりすると、ご案内が皆さんに届くと思いますので、この後フォローをよろしくお願いします。そして引き続きみんなで えー、メイチャーポジティブ。生物多様性について考えていきましょう。はい。それでは、河野さんにお返しした方がいいですかああ、じゃあ最後に、あのー、 ありがとうございました。まあ、ごめんなさい。はい、最後に最後にで、こんな時間になっちゃった。最後、最後の最後に、あのアンセ東京もですね、あの、本体の方でオープンミーティングという、定期的に勉強会を開いていて、次回、あの、実は8月の、えっと、22日に開催予定です。あの、坊さん、もしよければ、あの、その告知ということだったんで、えー、一言だけいただけますでしょうか。えっとですね、今回は、えー、学校給食の、えー、無償オーガニック化、食の安全についてのテーマです。 でこのムーブメントを非常に強力に牽引されている、元農水大臣の山田先生、山田雅彦さんをお招きして、この学校給食のオーガニック化っていうのがどれだけその自然の回復に関係していて、これ、本当に非常に強力なネイチャーポジティブなアクションになりうるんですけども、あまり知られていない事実がたくさんありますので、ぜひこれがどういうことなのかをまず知っていただいて、でアースデ田の方もぜひぜひあの、 一緒にこう、ムーブメントを提案してね、参加していただきたいっていうのがありまして、まずは知っていただいて、で、あのお話し合いに参加していただけたらなと思います。ぜひぜひ、22日よろしくご参加ください。はい、ということで、えー、本当にこれで最後となります。えー、皆さん、遅い時間、ちょっとね、返長しちゃって大変恐縮でしたけれどもあの、最後までありがとうございました。ぜひまた皆さんとお会いできることを楽しみにしております。 本休みをさようなら <laughs> お休みありがとうございました <laughs>、はい、どうもありがとうございました、はい、失礼しますお気をつけて